7月11日火曜日ですね。日経金から見ていきましょう。日経金が114円50銭高、2195円48銭ということで 0.57% 上昇。今日強かったですね。5場からまた上げたような感じでしたが、なかなか堅調ということで。為替114円。まあ、30銭ぐらいですかというところなので、ナスダックは昨日は堅調でしたので、その流れを受けてというところなのでしょうが、まあ、ここ最近先週ぐらいから言われているですね、まあ、今週末オプション SQ なんですけど、オプションの方がみんな結構気になっている。まあ、先物もそうなんですけど、先物から見ますかね。結構がっつり2190円で押し返されているっていうことなんですけど、相当厚いみたいなんですね。この2190円とかの売りポジションが、ショートが。180円も結構厚いんですが、190円、200円、相当厚い売りが出ている。ので、まあ、なかなか2万200円にたどり着けない。まあ、現物がなんとか195円とか、いくら高いとこいくらでしたか。まあ、200円88銭ですから、まあ、そこまでなんですよね。っていうところまでしか行けない。あと、オプションの、まあ、ちょっともう今日あたりは解消されてるのかもしれないですけど、プット19,500円ぐらいのプットがかなり、積み上がっていたっていうのは、先週結構言われてたところなんですよね。もうちょっとロールされてしまってるかもしれないですけど、まあ、こうすると1万9000円ちょうどとか、まあ、この辺になぜか意外と、多かったんですよね。まあ、今日もここまで来るとさすがに、ちゃんと2万円付近でっていう形になってきてますけど、まあ、変な動きがありました。ちょっとやっぱり2万円超えるとどうしていいのか分かんないねっていう、さすがにその先はって思っちゃう部分が結構あったらしいですけど ですね、まあ、そんな、プット、オプション市場だそうです。はい、そうなんです。玉は結構アンス1万9000がね、なんだかこんなところで250円とかもそうなんですけど、まあ、大体ずっともう、この1ヶ月ぐらい2万円付近、上下500、言っても500円ぐらいのところをうろうろしたと思うんで、結構上下に、ね、まあ下の方ですけど、なんかポジション持ってる人いいんだなっていう、まあどこが買いに来てるのかわかんないですけど、欧州勢とかが買いに来てるのかわかんないですけど、はい、そんなことらしいです。で、この動画でも言ってましたし、散々ってほどじゃないですが、メルマガでも言っておりました、東芝の代わりに日経225に入る銘柄ということで、今日発表されま、昨日発表されたんですかね、引け後から、今日、なんだかわかんないですけど、セイコーエプソンが、225に新しく入るということで、東芝の代わりに、8月1日からですね、225銘柄に採用ということで、今日95円高2660円、散々まあこの動画の中でも言ってきましたし、メルマガでも言ってきましたので、そこを狙いたい方は、おそらくもう、ちゃんと、この辺とかでも掴んでいたんじゃないかなと思いますんでね。はい。まあ、
結構前だった。まあ、私がすごいわけじゃなくて、みずほのレポートが偉かったっていうことでですね。どこでしたかね、ここで上がったところだったんですかね、多分ね。まあ、そこでワッと買われて、その後別にしばらく音沙汰なく。で、まあ、セイコーエプソンが入るのか、村田が入るのか、任天堂が入るのかとか、まあ、いろいろ話がある中で、結局、まあ、セイコーエプソンに落ち着いたという感じでしたね。まあ、寝技ばっかりなんだよね、他。結構候補として挙げられそうなところが。まあ、そうなんだろうなっていう感じですよね。そう思うとね。はい。そんなセイコーエプソン。3.7% 上昇でした。まあ、この動画の話を信じて持っていただいた方は良かったですねって話です。まあ別に、関係ないっていう方が多いんでしょうけど。のとこですかね。火曜日はなんとなくチャートの日ということなんで、何見ましょうかね。ちょっとこのまんまセイコーエプソン見てみますけど、ボリンジャーバンドです。で、一応これがプラス2シグマなはずです。ちょっとか、そういう風に書いてくれてないんで、わかんないっちゃわかんないんですけど、多分そのはずです。で、バンドを突き抜けて上昇してきているということで、で、まぁ、あ、ちょっと下、広がってないんで、どうかなっていう部分もあるんですけど、基本的にはバッと突き抜けたら、このまま、バンドウォーク、トレンド転換みたいなことで、強い上昇を示唆するというふうに考えてもいいのかなというところですね。ただ、何回か言ってるかもしれないですけど、ボリンジャーバンド逆張り指標に使う方も多いので、プラス2シグマまで来たんで、一旦売りっていうことなのかもしれないですが、ちょっと、そうなんですよね。下のマイナス2シグマはもう結構縮めに来てるというか、ここ、マット広がったりすると面白いんですが、まあ、同じような形で、線が平行になっちゃってるんで、なんとも言えないかもしれないですね。というところで、それでですね、移動平均を戻して、移動平均で見ると、まあ普通か、特に何もないですね。MACD とか見てみますか。特に何もないですね。特に何もないです。ストキャス。見にくい。まあでも、この高値圏でさらにまたちょっとパーセント系が上抜けしてきているというところですね。どうなんでしょうね。もう一回下抜けしてくるとちょっと嬉しくなるんですかね。あとはちょっとこんだけあってもちょっとなんか使い切れないですね。では、今日あれなんです。申し訳ないんですが、別に申し訳ないっていう理由も特にないんですけど、これは、こちらを、今日は、一旦投げてしまっています。もうちょっと早い段階で投げちゃってるんで、多分プラス100円ぐらいのところだったと思いますけど、で、ちょっと一旦投げました。で、タイミング見て、ビックス系のやつ行きたいなと思ってるんで、まあ、もしくは、まあ、原油先物か、原油レバリ、原油インバース、WTI インバースかなんかで、ちょっと水曜日なんでね、ちょうど水曜日に仕込んで、アメリカの原油在庫を見て、原油どうなってるかっていうところですよね。っていうのをやりたいなと思ったんで、ちょっと一旦投げました。プラス100円ぐらいのところで、差し値をしたはずですんで、そんなもんだと思います。何でしたっけ、GTEC の方は、変わらず234円ということでですね、上値をしっかりこう抑えられるという形になりました。はい。新興市場も多分今日良かったんですね。小型株が結構、前場あたりまでは堅調だったかなと思ったんですが、アザーズも 1% 弱プラス、ジャスダック平均はそんなでもないですから、まあまた高値
年初来高値なんですね、ジャスダック平均ね。引き続き強いということで。はい。となりました。ジャスダック何が引っ張ったんでしょうね、今日はね。カモトガラス。あ、B マップ、そうですね。なるほど。最近話題の音響。結構バイオとか結構良かったんですかね、今日はね。新バイオとか。なんとかバイオが多すぎてよくわかんない。サンバイオ、エンバイオとか、いろいろあって、ややこしいですが。なんか良かったですかね。マザーズは、メディネットでしたっけ、これは。リミックスポイントがね、また、中国、子会社が中国との取引所と提携だかなんだかっていうニュースでしたかね。シンクロフードね。そうなんですよね。飲食店 .com。という感じでした。評価額見てみましょう。JBX400 のレバレッジが、9770円で売ってますんで、100円プラスですかね。はい。ちょっと安いところで売ってしまいましたね。まあいいんです。JTEC が234円ということで変わらずでしたね。2500円のマイナスということになっております。さっきまで藤井四段の、藤井君の将棋をずっと今日は午後は、なんかもうずっと記事書く、記事の構成するだけだったんで、見たんですけど、なんか、あれよあれよとなんか形勢が逆転して、なんか、途中までその、相手の、まあ、イケメン隣くんが、なんか形勢良かったなっていうような感じだったんですけど、ね、あ、なんかあれよあれよっていうか、間に、藤井くんが結局勝ってしまうっていう、なんかすごかったですね。なんか、なんなんでしょうね。そんなことあるみたいな。そんなに私別に将棋上手いわけじゃない。もう役らしかできないようなあれですけど、なんか解説の話を聞きながら、とか思いながら、ちょっとね、将棋詳しい方は、どう 見られたんでしょうかね、あれは。ちょっとびっくり。な。そんな将棋でした。もう、ちょっとあんな、なんか、すげえ先まで見えてんなっていうね、ことで、はい。ちょっとびっくりしたんですね。はい、ということで、7月11日火曜日でした。